iPhone でも今めっちゃ綺麗な映像撮れますよね。どうせそんな綺麗な映像が撮れるんだったら、かっこよく編集していい感じのシネマティックな動画作りたくないですか？実際に映像クリエイターがどうやってそんなシネマティックな動画を作ってるか、この動画でシェアしたいと思います。 Let's get started。サルウェブアンのりです。なんか久々にこの T シャツ着たんですけど、首のとこなんかちょっと伸びてません。こんなもんなんかな。まあいいでしょう。Anyways、先日 iPhone 12 Pro Max だけで撮影して1分間のオタワのプロモーション動画みたいなものを作ったんですね。ありがたいことにすごく評判で、もうオタワ市長からもね、ツイッターでいいねって言ってもらえて、もうすごい大満足してるんですけど、ほんとね、この動画はもう撮影したのが、この iPhone がね届いて開封した後、その後すぐで、撮影した時間がだから3時間ぐらいですかね。で、編集にかけた時間もその後戻ってきてからなんで3時間ぐらいなんですよ。しかもね、撮影もね全部手持ちで撮ったんですよ。ほんとね、やり方さえ分かったら、スマホで撮った映像だろうが、すごいいい感じのシネマティックな映像になるんですよ。その動画に対してもコメントもいっぱいいただいて、編集の仕方とかもね、シェアしてほしいっていうリクエストもあったんで、ちょっとね、編集の仕方も含めて、そういうシネマティックな動画をどうやって作っていったらいいかっていうのをシェアしたいなと思って、今日のこの動画を撮ってます。で、実際にシネマティックな動画を作るにはどういう風にしたらいいかっていうのを、今日のこの一本で話そうと思ったんですけど、なんかね、細かいところまで話すと多分すごい長い動画になっちゃうような気がするので、数回に分けてシネマティックな動画の作り方っていう感じで皆さんにシェアしたいと思います。まず第1回目の今回は、シネマティックな動画っていうものがそもそもどういうものなのか、そしてその動画のね、構想、こう作り方っていうかね、こうアイデアなんかをどういうふうに考えたらいいかっていうのをシェアしていきたいと思います。動画の後半では編集の画面も実際に皆さんに見てもらって、編集のポイントなんかもシェアしていきたいと思いますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。そしてこれから先の動画では、具体的な編集のこう流れに沿って掘り下げて解説していきたいなと思ってるんですよ。画角の決め方、動画の緩急の付け方、トランジションの使い方、サウンドデザイン、カラーコレクティング、カラーグレーディング、テキストの使い方とかね、このシリーズを見ていってもらえれば、動画編集初めての方でもいい感じのシネマティックな動画が作れるような、そんなシリーズにしていきたいと思いますので、チャンネル登録まだしてない人、ぜひチャンネル登録して、これから先の動画も見逃さないようにお願いします。その下のベルもピンって押しといてくださいね。ノリートのチャンネル。ではまず、シネマティックな動画とは何なのかっていうことなんですけど、ちょっと英語で調べてみたんですね。すると、映画のようなシネマトグラフィー、編集、サウンドデザイン、ストーリーなどなど、そういうこう映画で実際に使われるようなテクニックを用いた動画、それがシネマティックな動画っていうことらしいんですね。で、これに対しては実際いろいろ意見もあると思うし、これがシネマティックな動画だっていう正解がこれですみたいなのはないと思うんですよ。でも俺が作ってる動画、それはね、クライアントワークの動画だったにしても、俺もシネマティックって自分なりに思うことを意識して動画制作っていうのをやっています。そしてね、その俺が思うシネマティックな動画ってどういうものかっていうと、まあ本当映画のようなっていうことなので、映画のようにこう、それぞれのね、こうショットが印象に残るような、そんな画角だったり、カメラワークだったり、カラーコレクティング、カラーグレーディングの仕方だったり、あとサウンドデザインの仕方だったり、そしてテロップをなるべく使わなくてもね、ストーリーをいかに伝えることができるかとかね、そういうことを考えながら、自分の中ではシネマティックな動画っていうのはこういうものだっていうのをこう考えながら、動画制作、映像制作を今やっています。そしてその方法を皆さんにもシェアしていければなと思ってます。
じゃあ実際にそんなシネマティックな動画を作っていくには、まあ、何が大事かというと、一番大事なのはやっぱりこう構成、動画の構成、これが一番最初に大事になってくると思うんですね。いくら綺麗な映像だったとしても、それをもう切って貼って並べただけでは、映像的には綺麗なんですけど、シネマティックっていうところでは何かちょっと物足らない、薄っぺらい感じのものになるんじゃないのかなと思うんですね。なので構成はしっかり考えましょうね。この構成っていうのは、まあ動画、そもそもその動画の目的っていうことも含まれると思うんですけども、その動画で何を伝えたいのか、誰に伝えたいのか、その動画を見てくれた人がその後にどうなってほしいのか、この3つってすごい大事なポイントだと思いますし、これはまたね、クライアントワークなんかでのプロモーション動画を作っていくのにもすごい大事だと思うんですよ。これを考えながら動画の構成っていうのをこう考えていくと、見た目の映像の綺麗さだけではなくて、こうストーリーがこうギュッと詰まったいい感じの動画になると思うんですよね。こう何回でも見たくなるような、こう噛めば噛むほど味が出るような、スルメみたいな、そんな動画が作れると思うんですよ。じゃあ実際に何を伝えるかっていうところなんですけど、今回のこの例で使おうと思ってるそのオタワの1分動画なんですけども、この動画の目的で一番最初に考えたのが、オタワの魅力を伝えたい。それからもう一つが、 iPhone 12 Pro Max がね、もう本当届いた初日だったので、これの動画性能、これを伝えたい。この2つだったんですね。そして誰に伝えるかなんですけど、このオタワの1分動画の例で言うと、オタワを知らない人、今動画を見てくれてる皆さんみたいにね、オタワ多分知らない人多いですよね。そういう人に伝えたいと。あとはオタワにもすでに住んでる人、そういう人たちにも改めてこうオタワのことを伝えたい。そして iPhone 12 Pro Max に興味がある人、動画性能に興味がある人、そういう人に伝えたい。それが誰に伝えたいっていう目的でした。そしてどうなってほしいかなんですけど、オタワを知らない人にとっては、あ、オタワってこういうとこなんだ、行ってみたいなって感じるような、そういうオタワの魅力を伝えることができるような動画にしたかったんですね。そしてオタワにすでに住んでる人は、改めて、あ、オタワってやっぱいいとこだなっていうふうに、オタワの魅力を再発見できるような、あ、こんな綺麗なところに住んでるんだ、よかったなって思ってもらえるような、そんな動画にしたかったんですね。そして iPhone 12 Pro Max に興味がある人にとっては、iPhone の動画ってすごいいい感じに綺麗に撮れるねっていうのを見せたかったんですね。それがこの動画の目的。見てくれた人にどういう風になって欲しかったかですね。この3つのことをシネマティックな動画に限らず、プロモーション動画でも考えていくと、いい感じの伝わるような動画っていうのはやっぱりできると思います。企業のプロモーション動画で言うと、例えば商品。何を伝えたいかっていうのがもうこれですね。この商品を伝えたい。もしくはお店のサービスを伝えたい。そして誰に伝えたいか。この商品を知らない人、このサービスを知らない人に伝えたい。どうなってほしいか。この商品を動画を見た後に買ってほしい。このサービスを知った人にお店に来て体験してほしい。そういうふうに動画の目的が分かってくると、それに応じて、じゃあどういうショットを撮ればいいか、どういうストーリーを作っていけばいいかっていうのが決まっていくので、まずはこの3つ考えましょうね。そしてそれに応じてショットリスト、どういうショットを撮るっていうのを作っていくわけです。今回の俺のオタワの1分動画の例で言うと、オタワのことをまず見せたかったので、オタワの観光スポット、もう超有名な観光スポットをいくつかリストアップして、そこを撮影スポットとして選びました。そして同時に iPhone 12 Pro Max の動画性能の検証もしたかったので、広角、超広角、望遠、この3つのレンズを使いたかったのと、あと暗所性能もテストしたかったので、暗い時間の時にも撮影したかったし、あとタイムラプスが実際どうなのか、これもね検証したかったので、タイムラプスも途中どういう風にして使えるかなっていうのも考えながら、ショットリストっていうのを作っていきました。では実際に動画の編集画面を見せながら、どういうふうにして編集で動画としてストーリーにしていったかっていうのも皆さんに見せていきたいんですけども、その前に動画にコメントくれてる皆さん、本当いつもありがとうございます。そのうちの一つを紹介させてください。のりとのチャンネル。動画撮影脱初心者、
カメラワークを組み合わせて映像表現の幅を広げるっていう動画にコメントをくれたギアログさん、ありがとうございます。超勉強になります。撮影は機材より技術だとわかる回でした。ありがとうございます。本当ですよね。機材も大事なんですけどね。でも機材よりも技術、これだと思います。本当スマホでも今いい映像撮れますしね。今からもそんな情報をシェアしていきますね。ありがとうございます。あともう一個も紹介しちゃいましょう。同じ動画にコメントをくれたミスターラックさん、ありがとうございます。スマホだけでこんなに綺麗な撮影できるんですね。感動しました。勉強になります。ありがとうございます。いやー、こちらこそありがとうございます。ためになってすごい良かったです。本当もうね、何度も言うようですけど、スマホだけでも撮り方次第、見せ方次第で映像ってすごい綺麗になるんですよ。そしてね、この今の動画でもシェアしているようなこう編集の仕方とか構成の仕方で、どん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 その動画のクオリティっていうのは上がっていくと思うんで、そんな方法も今からバシバシシェアしていきますよ。今からの動画もチェックしてくださいね。ありがとうございます。ノリートのチャンネル。お待たせしました。じゃあ、編集の画面を実際に皆さんに見せながら、自分なりに思う編集のポイントを皆さんにシェアしていきたいと思います。編集に使ったのは、Adobe の Premiere Pro の2020です。今日のこの今回の内容に関しては、プレミアプロにこう特化したことを話すわけではないので、それ以外の編集ソフトを使っている人でも、スマホのアプリで編集している人でも参考にはなるかと思うんで、ちょっと一緒に見てくださいね。そしてこの後は滝ですね。滝のシーンになって、これもオタワのすごい有名なスポットなんですね。なのでここでも広角、超広角のレンズを使って、撮りました。そして次にトランジションを入れて、またタイムラプス、ここでまた緩急をつけてこう動画にね、こうメリハリをつけたんですね。そしてその後にはね、もう結構日も暮れてきて、もう夕焼けになってきたんで、この夕焼けの感じ、これたまたまなんですけど、こう鏡張りになってるような建物があったんで、あ、これ綺麗だなと思って、それを写しました。そして、そこから街の風景に流れていくような。で、ここでもう暗所性能のテストにもなるので、ちょっとね、あえてわざと暗いところを撮りたかったんですね。そしてその後のシーンではもうこの国会議事堂なんですけども、オタワの象徴みたいな、超有名な観光スポットなんですけど、そこのシーンを撮って、そしてその前には、こう、もう年中常に灯してる、こう、火があるんですね。これも撮りたかったんですね。これも、もうこの観光スポットの象徴だし、あと、これにさらにクロースアップのショットを入れることで、この iPhone の動画性能をどれぐらい綺麗に撮れるかっていうのも見せることができるし、またこの映像の綺麗さっていうのも演出できたんじゃないのかなと思います。そしてその後時計のシーンですね。これはバイワードマーケットっていう、これもまたすごい観光名所のとこなんですけど、そこの時計を撮って、まあ、これはもう本当ね、暗所性能のテストのために撮ったんですけども、さっきの映像から明るい暗いものの中に明るいものがある。さっきは火だったんですけど、それが今回は次のショットではね、こう時計に映って、まあシーンがこう繋がるような感じにしてます。そして、これはまあ銅像なんですけど、第一次世界大戦の時の、まあ戦没者を祀ってるようなね、そういう銅像なんですけども、それもね、こうなんかこう見上げてるような感じのシーンなんで、ちょうど前のシーンが時計のシーンだったんで、こう時計を見上げてるようなイメージもつながるかなと思って、あえてこういう順番にしました。そしてやっぱりね、カナダなんでカナダの国旗ですよね。ちょうどこの銅像のすぐ横にあったんで、まあこうリンクさせやすいかなって、こうカナダだよ、オタワだよっていうところも出したかったんで、あえて国旗を入れてます。そして次につながったのが、これが、オタワのアートミュージアムだったっけな。そういうね、アートを展示してるところなんですけど、ここのね、まあ、ガラスの壁っていうか、そこがプロジェクトマッピング、プロジェクションマッピングでしたっけ？映像を照らして、すごい綺麗なんですよ。
これこそも暗所性能のテストにはバッチリだと思って、あえてこのショットも入れてます。そしてここからトランジションで、次の、これもバイワードマーケットっていうところなんですけど、ちょうどいい感じのネオンがね、綺麗だったんで、それにつなげて、そして最後の締めは、やっぱりこう、オタワっていうところを見せたかったので、で、このオタワのね、バイワードマーケットの中にオタワって書いたこう看板が夜はライトアップされてるっていうのを知ってたので、それでもう最後は締めくくろうと思ってたわけですね。なのでこうだんだん引きにしてだんだんオタワっていうのが見えてくるような、そんな狙いのショットにしました。以上がね、こう構成をどういうふうにこう映像としてこう形にしていったか、ストーリーとして伝えれるようにしていったかっていうところです。ちょっと長くなったかもしれませんけど、今日の動画ちょっとでも参考になったと思ったら、ぜひ高評価お願いします。実際にこの動画で使ってるようなね、撮影の仕方、カメラワークだったり、あと編集のテクニック、実際に自分でやってみてもなかなかね、それがこううまくいってるかどうかって分かんなかったりするんですよね。そこで動画撮影や動画編集のスキルを磨きながら、動画好きな仲間もできてフィードバックももらえるようなオンラインのコミュニティ、動画の力っていうのを今やってます。動画の力では撮影編集のお題に挑戦して、今ちょうどやってるのもクライアントワークで俺が受けた実際のお客さんの動画があるんですけど、その素材を皆さんに編集してもらって、そこでみんなでねフィードバックを出し合ったりして動画編集のスキルを磨いたりしてます。もうほんとね、めっちゃみんな腕が上がっててね、もう俺も本当に参考になってる、すごい楽しいコミュニティです。興味がある人はぜひこの動画の詳細欄にリンクを入れてるんで、ぜひチェックしてみてください。そして今日はシネマティックな動画っていうのは、まあどういうものなのか、そして動画の構成っていうのはどういうふうに考えていって、それを編集につなげていったらいいのかっていうところをシェアしていったんですけども、この後は冒頭で話したように、こう具体的な編集のこうテクニックっていうのを何回かにこう分けて動画でシリーズとしてお届けしていこうと思いますので、これから先の動画もぜひチェックしてくださいね。I hope you guys enjoy this video and see you in the next one. じゃあね。Peace out.